ろボスキャラバトル劇場版ワンピースって言います。ボスの名前言ってよ。あれっすよ、あれ何やっけ、めっちゃ悪いやつやな。そう、どんなボスやんって思わない。昔のボスって意外と今に通ずるものがあるんだよ実は。そう、どうも劇場版小雪です。スタンピーの東映です。そう、手を前に出すのなんなん。ギアセカンドっぽいでしょ。なんで噛んでしまった今冒頭から幸先悪すぎるやん。僕もギア言うたらホースしかないから。あーなるほど、そうそう、ついつい行きようなんて言っちゃった。そうそう、常に本気の男なんで。というわけで、はい、今日の企画はワンピース映画のボスキャラまとめが言うやつ今日。あ、そうでしたね。そうそうそう。なんで今日僕がまとめ会を担当するかっていうと、はい、トウヤ君はあのストロングワールドの時から見出したんだよね。そう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 、ね、そう。だからその以前の映画って知らない。そうやね。で意外とスタンピードからワンピースを知った人もいるらしくって、うん、そう、昔の映画のこと知らない人も多いんだって。そう。だから今回のスタンピードに行き着くまでどんなやっぱ映画の歴史があったかってことを振り返るために、はい、ボスキャラをまとめようと思って。ありがとうございます。そうそう。でストロングワールドからこんな感じで得点がね、こうつくようになってるんだよね。いやこの特典熱いっすよね。そう、これがめちゃくちゃ全部熱くて、うん、あの小田先生ってやっぱ麦わらの一味がやっぱ主人公、そう、ルフィが主人公やから、うん、それの冒険活劇をやっぱ描きたいっていう意向から、うん、結構そのボスの背景とかっていうのは薄くなりがちなんだよね。そうですね。そういうのしっかりこういう設定がこうやって書かれてるんですよ。そう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 、そういうことまで知ってもう一回その過去の作品を見たら思い入れもまた変わるだろうし、そうなの。そういう、え、どうしたどうぞ。いやもうちょっと泣きそうになってるんで、もうこれ、ね、いいんすよ、ボスたちが。え、ボスたちがいい。そう。いや、見てないって言ってたやん。いやいや、この4つ。4つだけ。この4つ。あ、そうなの。そう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 。本当にボスがいい。あ、ボスがいい。じゃあ、知ってるところのボスはちょっと補足して言ってくださいね。任してください。クラフトボス。はい。はい、どうしたの？最近僕のボケが高度すぎてついてこれないでしょ。あ、時代がついてきないの？はい。もしかして。駆け抜けてるんで、スタンピールとともに。今僕らが悪いらしいだな、ここで。今面白くないって思った人はついてこれてないでしょ？そう。いいっすか？言って。はい。はい。まず最初のね、ワンピースの作品、劇場版ワンピースって言います。これ2000年に公開されたんだけど、はい、なんとこの時にはタイトルがついてません。あ、そうか、そう言ってましたね。そうそう、劇場版ワンピースなんで。はいはいはい、はい。で、この時のボスが、エルドラゴ。はい。これ懸賞金不明。不明なんすね。不明なんですよ。あ、そうなんすか。そうそうそう。まあ、イーストブルーの海賊なんでね、そんな高くはないと思う。はいはい、はい、うん。まあ、黄金を溺愛する海賊。うん、うん。ゴエゴエの実の能力者。うん。まあ、ゴエゴエの実っていうのは、もう桁外れな大声出して、うん、光線みたいにして相手を破壊するみたいな。なんかもうワギャンとかカービィとか言いそうな、うん、まあそうっすよね。そうそう、ポケモンでいうところのバコングみたいなねらしいわ。はいはい。でまあ最後はルフィに黄金の鎧を砕かれて、うん、ゴムゴムのバズーカーで倒されます。はいはい。これもなかなかねいいボスキャラなんですよ。なんか黄金をまとってるっていかにもでしょ。まあ、そうそう、テゾーロも三角っぽいですね。あ、それよく覚えといて。はい。あの昔のボスって意外と今に通ずるものがあるんだよ実は。そうそうそう、今のさ、ワノ国で黄金とかさ、はい、空島黄金鏡とか言われてるじゃん、うんうん、でもこの時からやっぱ黄金っていうワードが出てきたり、うん、ボスじゃないんだけども出てきた登場人物の元蔵ってやつがいるんだけど、おでん屋をやってるんだね。あー、ってことはワノ国のおでん様、うん、おでんも食ってたしね。確かに。そう、いろんなことはね、ちょっとずつ繋がってる部分があるような気がするんだよね。おお。まあ、今日はストーリー解説なんで、はい、パッパパッパちょっとボスキャラだけ言ってきますね。行きましょう。はい。次、2001年公開、うん、ワンピースねじ巻き島の冒険。こちらのボスがですね、はい、ベアキングと言います。それ見たことありますわ。ある？あるあるある。小学校の時に見ましたよ。おお。でもまあやってたもんね、はい、テレビでね。そう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 。はい。1160万ベリーで微妙な。微妙。弱。はい、弱いっすね。ねじ巻き島を拠点にするトランプ海賊団の船長、うん、トランプ海賊団ってそれも今に通ずるでしょ。なんか、ね、まあ確かにね、なんかあのハートの石がとか、うん、ドフラミンゴジョーカーとかね、クマのぬいぐるみのような顔をあしらった王冠をかぶってるんだよね。おお、うん、なんかちょっとふざけた感じのフォルムしてんだけど、はいはい、ワポルみたいな。そうそうそう、本当に似てる似てる、そんな感じの感じで。カチカチの実の能力者。カチカチ、うん、体を鋼鉄のように硬くすることができる。今だったら、うん、でっかいとかさ、うん、武装色効果ってあるやん、うん、この時にはなぜか悪魔の実の能力によってカチカチになった。え、弱っ。そう、まあ今思ったらね、こいつ覚醒してもじゃあどうなるん周り硬くしてもしゃあないよ。でもその、はい、硬くなるからそこに熱が発するやんか。腕を加熱させてホットボーリングスペシャルみたいな、当時のルフィを苦しめるんですよ。あ、まあ当時やからな。うん。で最後はゴムゴムのスクリュー。ほうほうほう。でまあ跳ね返されて、うん、受け止めるも跳ね返しに負けちゃって、はいはい、敗北しましたと、ベアキングさん。
まあそんな能力じゃ無理やねルフィ倒すのは。ねえ、たかがちょっと硬いぐらいじゃもう今はもう通用しないからね、うん、ゾロに一瞬で切られて終わりやろ。で、鉄を今切れるわけだからね、ゾロはね。はい、うん、次ですわ。3作目。はい。はい。2002年公開。はい。ワンピース、珍獣島のチョッパー王国です。こちらがですね、バトラー伯爵。バトラー伯爵。はい、こちらも懸賞金は不明です。ほう。はい。島に伝わる伝説の秘宝、王なる宝を狙う動物学者のね。ほう。面白いでしょ、動物学者の今回。敵が？そう。へぇー。王なる宝である、キリンライアンの角を食べて獣に変身。悪魔の実は食べないんだから。ほう。でも、バイオリンを使って、角食いという動物を操ることができる。バイオリンでね、動物を操ってくる。はいはいはい。これね、ブルックが登場しなければバイオリンも出てくる。あ、もう先にね。そうそうそう。で、またこれもゴムゴムのバズーカで弾き飛ばされて、まあ、敗北ということなんですね。うわぁ、結構あっさり死んでったなぁ。そうそうそう。だから必ずしも、なんかこの時って、はい、なんか元海軍だろうのコーナーとか、動機とかが結構あっさりしてんだね。そうっすね。宝が欲しいからとか。そんな感じなんですよ、まだ。あ、そうなんや。そう。はい。じゃあ、第4作目。4作目。僕が一番好きな絵です。ほう。ワンピース、デッドエンドの冒険。おー、よく言ってるやつですね。はい、こちら2003年公開になりまして。はい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 。はい。ガスパーデ将軍。あ、ガスパーデがボスなんですか？そう。あの、バスルームなんちゃらみたいなやつが。あー、シュライア・バスクード。あ、そうそうそう。いやいや、それはサブキャラで、どっちかって言ったらルフィの味方になる。あ、そうなんですね。はい。へぇー。じゃあ、その、懸賞金いくらだと思う？懸賞金ですか？ガスパーデ将軍。ガスパーデ、まあ、やっぱ将軍ってついてるんで、8000万ぐらいはあるんちゃいますかね。結構近い。お、9500万ベリー。お、いい線いってたな。そう、だからあの時のルフィからしたら結構強敵。うん、そうっすよね。そう、だからクロコダイル上やからね。ねえ。懸賞金だけで言ったら。で、こいつはね、元海軍所属のなんですよ。お、やっとそういう設定が。そうそう。で、今はガスパーデ海賊団の船長やってるね。はい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 。で、海軍の軍艦をま乗っ取って自分の船にしとる。最悪なんですよ。海軍最大の汚点ってみんなから言われてます。はい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 。まあ全然最大ではなかったけどな。まあね。うん。今思うと。ちっちゃいもんでしょ。うん。で、こいつ、アメアメの実の能力者なんだよ。はいはいはい、はい。そう。だから、自らの体を水アメのように変形できて、うん、最後はまたゴムゴムのバズーカで吹き飛ばされて敗北するんやけどね。ペロスペローの親戚かな？そう、だからペロスペローの介護官じゃない？そうっすよね。まさにまさに。うん。あのね、結構強かったんだよ。だってゴムゴムのピストルとか言っても、うん、アメやから、なんか、塗るみたいな。あ、ロギアみたいなのですか？そう、当時は覇気とかもないから、はいはい、当たらないわけ。致命傷にならない。なるほどなるほど。そこをなんか小麦粉をね、サンジが起点気化してバサッてかけて、小麦粉で一時的に固まるから、うん、飴はね、うん、そこで、ね、実体化したところにボンみたいな。いや、クロコダイルの倒し方やんそれ。まあ、クロコダイルは水やったからね。それ見たぞ、その倒し方俺。そう、多分アラバスタの後ぐらいだから、はい、そんな感じなんだろうね、多分ね。いやいや、同じかい。流行ってんねん、その主流主流主流、この時の流行りやねブームやね、なんか固めて、固めてテンプルみたいな感じ。え、ペロスペロで小麦粉かけたいな。いよいよ料理やん。はい。はい。じゃあ第5作目。はい。はい。ワンピース、呪われた聖剣。あー。はい、こちら2004年ということで。はい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 。はい、こちらのボスがですね、はいはいはい、サガって言うんですけど、なんとこれ、ゾロの幼馴染なんですよね。ん？あの、あれそれ書かれてなかったんだけど、あの同じ道場にいたことになってる。へぇー。SAGA、サガ。俺が滑ったみたいな。いや、あんたが滑ったやん。羽輪さんが悪いよ、俺は。ほんまに。羽輪やから。あ、羽輪さんか。なんで羽輪出てきたん、今。時代背景めちゃくちゃやん。はい。はい。まあ、正義の剣を極めることを目標としてるんですけど、はい。はい、封印されていた妖刀、七星剣を手に取り、剣を心に支配されてしまうんですね。よくある設定やな。そうそうそう。100年に一度訪れる悪鬼月の夜に、七星剣を完全復活させようと、まあ、企む。まあ、最後は、ゾロに切られて敗北するんですよね。もうほんと、ゾロの話なんです、今回。ルフィはまあ、ルフィも、えい、えい、えいって言ったけど、まあ、ゾロが、まあ、結構メインに来てる感じです。まあ、確かに、呪われた聖剣って言ってますもんね。そう、だからゾロもね、負けちゃったりとか、ちょっとなんか、ダークゾロみたいになっちゃったりとか、ファンの中には、これ、ええのって言われるような作品でもちょっとある。ゾロ好きの女の子は、この作品はあんま認めてくれないんですよ。そうなんすか？そう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 。そうなんや。うん。でもね、ボスキャラとしてはすごいね、シュッとしてる。前みたいにそのガスパーで勝負で怒り悪巧みって感じだよ。はい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 。うん、今回のサガは、なんかシュッとしてる。ちょっとかっこいい。イケメン剣士系。イケメン剣士というか、まあ、こんな画像出てるかな、今。こんな感じです。なるほど。はい。第6作目。はい。ワンピース・ザ・ムービー。ここからザ・ムービーつきます。お、ついに。はい。お祭り男爵と秘密の島。2005年。
あートラウマがすごいと話題の、そうそうトラウマがすごいと話題の、うん、これいずれね小安田の方でもこのトラウマについてねちょっと語りたいと思ってるんですよね。なんか絵が暗かったり話がちょっと暗いんだよね、うん、そう、うん、まあちょっとストーリーちょっと一回言うとこか。はい、はい、ボスがですねまあお祭り男爵なんですねこれはね、うん、まんまっすね、まんまですね、うん、弓矢の名手で標的を自動追尾する矢や爆発する矢などさまざまな矢を使いこなしてルフィたちを追い詰める。それはもしかして指紋十字もうお前寝ることすら許されないよ。いやハギに絡めじゃないんだよ誘惑の話はええねん。じゃあそれを言った時にまずはバンダーデッキに9000やんって突っ込まない。あ間違えた、そっちか、作品ちゃうから。間違えた、今に通ずる能力多いでしょ。間違えた、そうっすね、そう、はい、はい、で元レッドアロー海賊団の船長ね。で島を訪れた海賊団に地獄の試練という名のアトラクションで挑戦してくる。ほう、でも実際には秘密の宝物など挑戦者に与える気はなくて、ほうほう、まあ、リリーの生贄として強い海賊を集めるために口実わざと仲間割れを起こして一人ずつ海賊団を分断させると。あ賢いっすね。そうそう、だから意外となんか知能犯だからちょっと暗くなるんだけどね。なるほど、うん、まあルフィの渾身の一撃で最後は敗北します。技名はちょっと分かってないです。もう気合の一撃で負けたんですね。何その会心の一撃でドラクエっぽなんでそれ。はい、第7作目、はい、ワンピースムービーカラクリ城とメカ巨兵、ほう、2006年、ほう、はい、ラチェットですねボスはね。はい、まあ、その力島の領主、うん、防衛システムやロボットなどを発明しており天才発明家と慕われる男。今までちょっとアプローチが困ってくるんです。確かに、うん、宝を目的にルフィたちと共に宝探しをするが実は子供の頃からの夢である世界征服を企む凶悪な人物。めっちゃ悪いやつやな。そうで自身が発明した鉄人くん28号、鉄人くん32号、スーパーゾウガメくんといった様々なロボットでルフィたちを苦しめる、うん、で最後はゴムゴムのジェットバズーカでロボごとまとめて吹き飛ばされて敗北。おルフィもジェットバズーカ使えるようになってるんですね。そうなんですよね。そうなんや。そう、鉄人くん28号、鉄人28号のパクリですよね。まあそりゃそうだろうね。そうそう、だから結構ね多種多様な能力者とか、はい、あの技術力を持ったボスがこの辺はやっぱ多いんだよね。なるほど、動機とかそんなんじゃなくてルフィとの確執因縁じゃなくてだから単純に何かの野望のためにルフィが巻き込まれてみたいな。そうですよね、うん、あっさりしてるこの辺は、うんうん、はい、続きまして、はい、ワンピースエピソードオブアラバスタ砂漠の王女と海賊たち、あー、はい、なんですね、はい、こちらはですね、まあ、サークロコダイルのボスは変わらないんですけどストーリーがちょっとだけ違ってたりしますね、うんうん、まあ、説明は不要ですね。そうっすね、うん、王家七福会、まあ、バロックワークスの社長ですと。はい、日本上手に、いや、はい、2009年、この辺から知ってる人多いんじゃないかな。ほう、ワンピースエピソードオブチョッパープラス冬に咲く奇跡の桜。あー見た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 、2008年、そう、チョッパーの物語そのままやってるやつやな、うん、そうそう、ここに来て一旦ね焼き回ししようということで、もともとのすって焼き回しで言い方悪いなと思って、リメイクよリメイク、こういうのは見やすく作り直してるの。いやなんでかって言ったら、はい、結構ストーリー違うんだよね。うん、まあそうっすね。ボスの名前言ってよ。ボスの名前、うん、あれっすよ、あれ何やって、ワポルでしょって思うやん。はい、ちゃうねん、ワポルのお兄ちゃんやから。あ、そうでしたっけ。そう見た本当に。いや、見ていいけどな。はい、ムッシュールっていうね、ほう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 、うん、実はワポルのお兄ちゃんで、まあこれもね、王国を追放された人間なんですよ。はいはいはい、はい、で、ノコノコの実の能力者、ノコノコ、うん、ムッシュールが13歳の時、先代の国王がレベリー出席のために国を離れた際に、はい、退屈しのぎに能力を試すためにという理由で城の大砲から奉仕爆弾を打ち出し、うんうん、国民の多くを死に至らしめたほどの凶悪な人物。ほうほう、ノコノコの実っていうのは毒キノコの能力を持っていて、はいはいはい、体内に溜め込んだ猛毒の胞子を10年に一度体外へ放弾、フェイタルボムとして放出できる。能力としてはクソ弱いっすね。うん体を紫色の煙状の胞子とすることができて、うんうん、分身を作ったりね、へえ、地面からキノコを生やし敵を捕らえたり、ほうほうほう、腕をドリルにすることも可能。なるほど、うん、ただし火に弱いと、キノコなんでね。なるほど、金なんで、はいはい、で、まあ、3度ルフィと戦って最終決戦はワポルのバクバクの実の能力でムッシュルムと合体、うん、フェイタルボムを使おうとするワポルだったんですけども、ギアサードのギガントピストルで敗北しております。あー仕方ないっすね。で難しいよね、ロビンも出ちゃってるし、ギアサードなんか桜島の時にはドラム塔の時には使えなかったんで、そのワポルなんてね一緒に飛んでいくやろ。そうそう、だからまあまあまあこれでまあ感動の物語をねやっぱもう一回言いたかったと思うんだけど、これほんと賛否あるみたいな。はい、いよいよ10作目、10作目、はい、発表してください。はい、ワンピースストロングワールド。
惜しいですね。あ、ワンピースフィルムストロングワールド。なんと自信なさげにちょっとデクレーションが回ってた今。フィルムストロングワールド。いや、言い直して、そう、なんと発音よく言うそう、ワンピースフィルムストロングワールドは、小田先生が総指揮を取られた、そうそうそう、まあ作品でして、はい、ここら辺からワンピース映画ブームが始まるんで、うん、なんと興行収入48億円。はい。はい。当然、ボスも魅力的なキャラクターです。はい。なんと、金獅子の指揮、ここですね。そうそうそう。はい、でも指揮さんについては、トラ君に語ってもらおうかな。はい、まあ指揮についてはね、この間小池さんが20分で分かれて語ってたんで、そっち見てくださーい。うわめっちゃラップしたよ。いや、というのはまあまあ冗談で、はい、まあ、ふわふわの身の能力者で、はい、ロジャーとのライバルやったんですよ。だからマジで史上最強の敵が出てきたーみたいになったっていう話をこの間僕の映画ランキングについて語ったんで、そっち見といてください。まだ楽しい。つまりはね、金獅子の指揮は今までの、はい、ボスキャラよりも格が違う、そもそも圧倒的に強いよ。そう、海賊王ゴールドロジャーのライバルなんで、そもそもね、はい、だからルフィほんまに勝てんのっていう心配がこの辺から始まってる。なんかね、もうこっからほんまルフィはね、苦労の連続やから映画で。はい、まあ、はい、能力はふわふわ並みの能力者ということで、自分以外の人間とかは浮かせられないんですけど、基本触れたものはふわ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 ってこう飛ばすことができる、はい、っていうのが、まあ、能力ですよね。はい、すごかったです。はい、みんな知ってるでしょ、まあ、はい、じゃあ続いて第12作目、はい、ワンピースフィルム Z。 はい、こちらですね。はい、 Z のボスはゼファー。 Z なんですね。そう、 Z ですよね。まんまなんですよ、はい、ていうかこの Z はね、 Z のための物語なんですよ。そうです、ね。まあ、どうやつかっていうと、もともと海軍大将でして、そうそうそう、もうね、その時点でえぐいじゃないですか。えぐい。まあ、これも心配になるわ。そう、うん、だ、あのキザルと対等に戦える男なんで、うんうん、だってこの当時のルフィってキザルにボロボロに負けて逃げたじゃないですか。そのキザルと対等に戦える男がなんとボスになりましたみたいな。はいはいはい。だからね、本当に海軍たちの、まあ、取り巻きたちも含め、うん、いろいろ麦わらたちがピンチになりながらもなんとか戦っていくっていう物語ですね。はいはい。はい、まず、あ、Z は、あとはなんかでっかいこういうなんかバトルスマッシャーみたいな武器をつけておりますね。はい、まあ、そんな感じでございました。はい、そうですね。はい、黒腕のゼファーと呼ばれておりまして、能力者ではないんですけども、まあ、黒腕のゼファー。うん、覇気使い、そう、すごい武装色の超使いてよ。そうよね、うん、はい、じゃあ続きまして、はい、はい、第13作目、こちらがですね、2016年公開のワンピースフィルムゴールド。はい、はい、こちらも小田先生プロデュースの作品になりますね、うん、ボスは It's an entertainment。 つまりテゾーロ。名字も言ってもらっていいですか。グランテゾーロ。グランテゾーロはね、あ、ギルドやったっけ、これどっちだったっけな。ギルドテゾーロ。はい、そうですね、グランテゾーロは船の名前なんでね、まあそういう間違いもしますわ。まあテゾーロはね、なんかね、ちょっとかわいそうなやつだったんですよ。昔天竜人に嫁取られたりしてね。そうそう、だからね、 Z ほど本編ではテゾーロのことを書かれたいんだけど、そう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 、はい、ちょっと要約してここ説明すると、はい、まあカジノ王、異名は黄金帝、うん、新世界の怪物なんか言われてるんだけど、幼い頃から歌うことが好きでショーには憧れてたんだけど、うん、まあ、貧しい家で生まれちゃったから、うんうん、お母さんに罵声浴びされたりとか、うん、親父さんが病死しちゃったりとか、はい、だから不遇な家庭なんですよ。そうっすね、うん、でその時16歳の時にカジノ裏で裏カジノで大敗し、うん、人買いに連れて行かれそうになるも辛くも逃げ切り、ヒューマンショップに売られていく女の子ステラと出会うと。でステラに惚れたテゾーロは彼女を買い取り自由にすることを決意して働き始めるんですけども、その前にステラは天竜人に買い取られて、こうしたテゾーロも奴隷として周り上に連れていかれてきます。つまり奴隷なんだよね。15年前のフィッシャータイガーによる奴隷解放事件で、マリジョーから命からがら逃亡、ゴルゴロの身を手に入れて金を生む能力を得て、徐々に海賊して名を上げ、5年前にグランテゾーロを完成させるっていう感じなんだよね。はい、うん、まあ、だからちょっと恋の物語でもちょっとあるという、そう、非行な感じですよね。悲恋ですわ。まあ、最後はね、ルフィにギアフォースを発動されて負けてしまいます。そう、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、貧しい家庭に生まれた感じどうですか。宇宙はそんな貧しくなかったよ。あ、裕福やった。うん、マジがスラムなだけよ。はい、じゃあ続きまして、続きまして、はい、皆さんお待ちかねですよ、お待ちかね、はい、映画ワンピーススタンピード、はい、こちらがですね、14作目になりますね。はい、はい、まあ、スタンピードのね、ダグラス・バレットに行く前に、まあ、今回はもう飛ばしたんですけど、実は11作目にね、ワンピース 3D 麦わらチェイスっていうのがあるんですよ。うん、まあ、こちらはね、まあ、大足のバズってやつが、まあ、そうなんですけど、はい、まあ、これはちょっと、まあ、ちょっと、ジャンル違うのでちょっと、ね、カットしますね。はーい。じゃあ、ダグラス・バレットさん、紹介お願いします。ダグラス・バレットという男はですね、はい、この間実はまとめたやんな。そっち見て。え、しかもええとこやろ。
こいつはもともとロジャー海賊団のね、まあクルーな男だったわけですよ。クルーな男ってないよね。クルーな男でですね、まあロジャーに対して何度も挑み続けるとかね、白ひげに対するエースみたいな人間だったんですね、うんうん、でだんだんロジャー海賊団に名を上げて、当時のレイリーと同じぐらいの強さ、うん、って言われるぐらい最強の男が、もうロジャーが亡き今、うん、俺が世界を取るぜ、最強を目指すって言ってルフィたちの前に立ちふさがります。はいはい、続きは映画で見てください。まあまあね、鬼の跡目って言われてるから、その名前の異名からしても強いなのかもし、うん、で能力はね、ガシャガシャの実という合体人形なんですよね。あらゆるものをガシャ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 合体させてるっていう、なかなか恐ろしい能力だったね。ね、映画を見た人10人中10人が、うん、バレット強えっつってました。10人中10人ってあんま言わないなと思って。で10人中9人がってことだよね。10人中10人で100人中100人。そう、テゾールとかはほら10人中1人くらいしかテゾールつえーっつってなかったでしょ。あ、何そのアンケート。うん、謎のアンケート何なんそれ。東野調べなんで。確かにちょっとね、ドラゴンボールってところのブロリーみたいな、そうそうそう、絶望感はあったね。あ、なんかメダルクーラーみたいにたくさん出てきて絶望っていうのも、1体にめちゃくちゃやっぱ絶望を覚えるっていうのは、やっぱバレットの魅力、もう無理だーと思ったもんね。歴代の14作のボスの中で一番多分強いと思う。そう、間違いない、間違いなくね、なんか式とか一人で倒せんちゃうかなみたいなバレット、うん、それぐらい本当に強い、うん、っていう次のね、はい、あの映画もしやるとしたらね、はい、3年後とかね、はい、どんなボスやねんって思うね、これを超えれると思うんだよ。ああ、多分シャンクスの師匠がねボスなんですよ。ああ、予想しとこうか今ならね、シャンクスの師匠、シャンクス、僕、え、シャンションシャンソンさん、シャンションかするな、シャンションさん、シャンションさんってなんだ。僕の予想なんだけど、はい、歴代のボスの中から出てくる可能性があるの。ああ、ブロリーだって何回か出てきてるんですよ、ドラゴンボールの映画で、はいはいはい、だからパワーアップしたバレットと再び対峙する、はいはいはい、パワーアップした次の野望を抱いた式、あの時取られられたとはまあ明確に明言されなかったので、うん、とかそういう方が昔のファンも喜ぶかなみたいな、俺が映画出すからみたいな。僕言っていいですか、はい、今回ちょこっちと近いんですけど、はい、今回結構今まで戦ってきた奴らと一緒に共闘するのが熱いじゃないですか、うん、まあここで書いてるように、うん、ただね、これ逆だと思うんですよ、ま、麦わらの一味 VS、ま、今までのボスオールスターズ、ま、とんでもないこと言おう思ったよ。いや、これちょっとマジ当たってしまってるからな、なんとも言われへんな。え、じゃない、もう四季とか、そうゼファーとか、いやいや、じゃあもうクロコダイルとか、うん、ああ、なるほど、そうそうそう、ルッチとかが敵になるんですよ、再び、うんうん、で、麦わらの一味でなんとか倒していくみたいな。だからアーロン対ナミとか、そう、ロビン対クロコダイル、そうそう、そういう対戦が行われるみたいな、うん、はい、格ゲーやん。で、最後、そのボスたちをまとめている、うん、もうなんか最強のなんか新ボスみたいなのが出てくるんですよ。ややこしいな。その新ボス誰やねん、じゃあ。え、新ボスはまだちょっと分からへん。シャンソンかも分からへん。シャンソンさん。そいつがシャンソンさん。そうそうそう。そんな能力やねん、それ。はい、はい、というわけで今日のボスまとめいかがでしょうか。そうだね。ほんとより詳しいボスのまとめとかは多分ネットとか載ってるんで、そっちの方が分かりやすいかな。なんとなくこのコヤッキーチャンネルはこの柔らかい考察を交えて、ふわっとした感じでまとめてます。要望があったら一個一個またね、解説していきますよ、コヤッキーさんが。なんで？でもまあ、ほんと要望があったら、はい、ワンピース大学として、一個ずつの映画の作品を分かりやすく説明するから、使えると思いますんで、はい、もしよかったなっていう人は高評価ますご視聴ください。コメントのリクエストもお待ちしますよ。よし、はい、それではスタンピードバイ、あざしゃーしゃしゃー。どのボスが一番好き？シャンソン。え、シャンソン出てきてないから。まだ出てきてないから。俺やっぱガスパーでしょ。圧倒的に Z っすね。ゼファーだよ。うん、ゼファー先生。もう多分お亡くなりになってるやろ。まあ仕方ないっすね。まああれっすよ、あの読み読みの耳が覚醒して蘇るんで。